こんにちは、花より馬シリーズをご覧の皆様。前回ね、自己否定のことをお話ししました。自己否定ってのは、自分はもうダメなんじゃないかなとかね、自分ってダメなやつだなっていうふうになりがちなんですけども、これは自己否定ではなくて人格否定なんですよね。そうではなくて、自己否定ってのは、精一杯頑張ったつもりだったけど、まだなんかやれることあったんじゃないかなとかね、自分の能力にはまだ未知のものがあるんではないかなっていうふうに、眉間の我、まだ見たことのない自分に対して興味を持ってね、もっともっと掘り下げてみるってことですよね。そうすると自分のまだ知らない能力に気づけるんではないかなということなんですよ。まあ、それはね、また別の機会でも折に触れてお話したいと思いますね。で、今回はですね、借金についてお話しようかと思うんですよ。借金ね、私のところには借金で困ってるという、そういうふうなね、ご相談が結構あるんですけども、一言で言うとね、借金の額がちょっとちっちゃいんじゃないかなと思うんですよ。その金額はやっぱ跳ねのけてほしいなと思いますね。という私もですね、30代の頃は200万円300万円の借金でもうね、行き詰まっていたというふうに感じたんですよ。まあ、ですんで人のこと言えるわけではないんですけども、よく考えてみたら、ビジネスをしようかなと思ってね、考えている人が、片っぽで借金も恐れてるんですよ。で、ビジネスをするってことは、例えばね、月収100万を目指してる人がいて、300万の借金に怯えてるとするじゃないですか。で、300万の借金って、目指してる年収の、月収の3ヶ月分だよねっていうことなんですよ。だからちょっとね、永遠に自分の収入が例えば毎月15万とかね、20万っていうふうに考えてしまう、蓋をしてしまうと、確かに200万300万の借金は怖いと思います。まあ、ですんでね、借金があっても1日も早くいわゆる月収100万にたどり着けば全然怖くなくなると思うんですよ。で、ここでね、私が考えている借金の上手な使い方、その概念をお伝えしますと、やっぱり借金っていうのはね、自分の力量に合わない借金をすると苦しみますんで、だいたいね、借金っていうのは予定していた返済ができなくなっても3ヶ月ぐらいで今の収入で返せるぐらいの借金をするのが適当かと思います。これどういうことかっていうとね、例えば入金の当てがあるから、その時までつなぎで300万円の借金をするとするじゃないですか。そしたら300万円の臨時入金がなくなっちゃったとしますよね。その時に本来の自分の本業の収入、例えば毎月15万なら15万、これが3ヶ月で我慢したらね、なんとか3ヶ月我慢したら、この本業の収入からなんとか返せるなっていう金額で、返済が成り立つんだったらしてもいいよってことなんですよ。ですから月収15万とか20万の人、どんなに切り詰めても月に1万とか2万ぐらいしか捻出できないと思うんですよ。それの3ヶ月分ですから、まあ借金して5、6万ですよね。5、6万の借金だったらしてもいいんじゃないかなって判断するんですよ。100万、200万の借金は明らかにやりすぎなんで、ものすごく危なくて破滅の道を歩みますんで、それは上手な借金ではないかなというところです。これが1つ目。2つ目の条件というのは年利ですよね。年利の何パーセントの借金だったら大体やってもいい目安になるか。これはね、まあ 3% が限度じゃないですかね。普通の人は 1% ですよ。だから100万円借りて1年間で101万、1万円の利息ということだったら、まあ1年間かけてゆっくり返す目論見は立ちます。1つ目の条件でね、3ヶ月で返せって言いましたけども、この3ヶ月で返せっていうことが容認できないんだったら、せめて金利は 1% までですね。中には金利 0% でも返すのが大変だっていう例もありますから、それはね、一人一人自分に当てはめて考えてみてくれればいいと思います。で、3つ目の条件は、連帯保証人がつくようだったら借りてもいいってことなんですよ、ね。これ連帯保証人とか頼みたくないから一人でこっそり借金するわけじゃないですか。それが失敗の始まりなんですよ。まずは自分に連帯保証人がつくぐらいの信用があるかどうかってことを考えみた方がいいです。借金ってのはね、ある意味信用があるから借金できるんだよって言い方もあるんですよ。成り立つんですよ。じゃあどうも、その信用ってのはね、金利を取っていく、お金を貸してくれる人に対しての信用じゃないんですよ。お金を貸す人って信用で貸すのもありますけども、目論みで貸すんですよね、自分が儲けるために。だから連帯保証人が頼めるぐらい自分に信用があるんだったら借りてもいいんじゃないですか。で、借りて1つ目の条件、2つ目の条件果たせなくても
連帯保証人が返してくれますもんね。でそのぐらいの腹積もりなんだったら借金して OK ってことなんですよ。こうしてね、私はね、借金についてこの3つの条件があるってことを認識しております。多分この3つを守ればおかしな借金をすることはないでしょう。でましてやね、ビジネスをする人が借金に怯えてどうするんですかってことですよ。自分の扱える借金をして、その借金を使いこなして大きなパフォーマンスを生めばいいんじゃないですかね。はい、ところでね、最初の話題に戻りますけども、借金の額が小さすぎてそれで怯えちゃったら何もできないなと思うんですよ。まあでも最初は仕方がないと思いますけどね。じゃあどのぐらいの借金が自分の限度なのかちょっと考えてみましょう。100万円借金しちゃいました。その借金が負担ですかね、どうですかね、返すの大変ですかね。30代40代になった男性、特に100万の借金大変ですか。それはちょっとお金の力量を鍛えた方がいいと思います。100万の借金ができない、そしてその借金をしてしまったらもう怯えてどうしようもないっていう人にお金は扱えていけないと思います。じゃあ300万の借金どうですか、返せないですかね、きついですかね。300万の借金といえば、してる人結構多いですよ。例えばね、車のローン、簡単に300万円いきますよね。でもちろん車のローンだったら車を売れば300万を返す原資にはなるやって考え方ありますけども、甘い。300万で車買って300万の借金をします。車を急いで売ってももう100万にもならないと思いますよ。ということでね、借金300万大変ですかね。で今度500万どうですか。500万借金したらお先真っ暗ですかね。500万ですよ、ね、10年均等割で50万ずつです。年間50万作れませんかね。それは借金とか何とかにかかわらず50万のお金が年間で余剰資金として編み出せなかったらそれもまあ終わりですよ。仮に5年返済としてね、毎年100万の余剰資金って考えても、ちょっとこれはね、チャレンジしてやった方がいいと思います。人の手を借りるまでもないです。年間100万を余剰資金として作る、それをかける5年でしょ、500万、これやりましょうよ、ね、今日できなくても5年後にはできるようになってると思いますよ。じゃなかったら結局借金があろうがなかろうがずっとね、収入に苦しむことになると思うんですよ。じゃあ1000万どうですか。ちょっとね、腹にきますね。1000万ぐらいだと確かに、でも無茶な金額じゃないと思います。私は3000万以上の借金をしている20代の人たくさん知ってます。そう、住宅ローンです。20代で家を買う、ほとんどの人は借金します。ローンという借金、ローンという言葉だから分かりにくいけど借金です。そしてこれ家を買うわけですよ。家を買ってローンですよ。まだ自分が稼げるかどうかも分からない。30年後35年後ちゃんと返してるか生きてるか分かんない、そんな人にお金を貸す。それは何でかっていうと、お金の貸した反対側には家っていう担保があるからですよね。でもいざとなったら家を売って返せばいいやと思ったら、これも考え甘いですよ。住まいっているでしょ、ね、家を3000万で買いました。35年ローンです。返せなくなりました。家を手放して返済やってました。でも3000万の借金全部は返せないんですよ、これは。じゃあ残った数百万、住まいもないのにどうやって返すんですか。ってことはどっかね、賃貸でも借りるでしょ。そしたら家のローンの残債と毎月の家賃とダブルショックですよ。相当苦しいですよ、ここまで来たら。でも家を買いますよね、20代でローン組みますよね。遅くても30代の前半でそうします。さあどうですかね、3000万の借金怖いですかね。冷静に考えていくと怯えるような額ではないんじゃないかなと思うんですね。で特にね、まあ男一匹というか女性もそうですけども、お金の稼ぎ方ってパターンがあるわけですよ。でそれを身につけたら、まあ億っていう金額はねともかくですけども、数百万数千万って借りたり返したりポン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 できる、そういうふうになると思うんですよね。それがまあお金の扱い方だと思います。まあでも
そうは言ってもね、お金の稼ぎ方、どのぐらいの金額だったら身につくか、毎月1万のお金の稼ぎ方を身につけるのか、毎月10万の稼ぎ方を身につけるのか、毎月100万のお金の稼ぎ方を身につけるのか、その選ぶコースによってもだいぶ負担額って変わりますよね。結論と言いましたですね、借金ごときに怯えなくていいということはあります。ただどうやって怯えなくするかっていうと、自分が稼げる人間になることですよね。稼げない場合は結構きついですよね。給料所得だけだと、もう先ほど言った1番目、2番目、3番目のパターンを踏襲するしかないです。年利いくらまでなのかとかね、3ヶ月で返せるのかとかね、連帯保証人がつくのか、この3つが同時に満たされた時は借りてもいいんじゃないですか。まあ、私は独立してる事業者なんで、借金は限度額までいつも行きますね。まあ、そんな感じでございます。今回は借金について私の考えをお話ししてみましたけども、いかがだったでしょうか。それでは、いってらっしゃい。